はいどうも、システム5ヤマモンでございます。今回はですね、ヤマモンの気になる機材紹介コーナーということで、こちらをですね持ってまいりました。はい、アイフッテージより発売されておりますシャークスライダーナノ。いやこちらですよ、昨年のですねインタービー2022の会場においても大変注目を集めていたスライダーだそうで、まあ、コンセプトといいますかですね、電動スライダーでありながらモーターで動かした時の音が非常に静か、そして本体がコンパクト、さらに軽いということなんですけれども、どうですかね、まあ、まず実際のね実物お見せしていきたいと思います。システム5ヤマモンがお送りします。では早速開けていきましょう。よいしょ、よほ、はい、こちらでございます。はい、アイフッテージってねこの書いてある、あのまあ発泡スチロールのケースなんでハードケースほど強度はないですけれども、ソフトケースよりはねしっかりしているので、まあセミハードケースとでも言いましょうかね。はい、発泡スチロール製のセミハードケースが最初からついてます。でこの他に、はい、この別添えの白いこの箱の中に取扱説明書、それから、スマートフォンホルダーがくっついてますね。はい、スマホホルダー、それからこっちはカメラと接続する USB のケーブル、まあレリーズとかのケーブルですかね、これを使ってタイムラプスだったりとかそのあたりのねコントロールをスライダー本体からカメラの方に送ると、そしてまあシャッターを切るということができるようになってます。ただまあ今回はちょっとねこのあたりの機能は実際まあありますよというぐらいにさせていただいて、あんまり全部喋ってると機能の紹介だけで大変なことになっちゃうので、まあちょっとね電動スライダーのですね、簡単な設定の方から見ていただければなと思います。では早速中身ですね。でこれバッテリーはですね別売りになってます。今ちょっとこれ私メーカーさんからの借り物なのでバッテリーも、検証用にねついてるんですけれども、本来こちらは別売りです。はい、そしてこちらがよいしょスライダー本体になります。こんな感じですね。なかなかコンパクトではないでしょうか。ちょっとね比較用にカメラも1台持ってきたんですけど、はい、これキヤノンの、EOS R5C です。はい、R5C がまあ乗っかるイメージだとこんな感じですか。まあ、カメラのサイズに対してスライダーがこの大きさですから非常にコンパクトではありますよね。片手でこんな感じでもう軽々持てますので、まあ、軽々持てると言っても結構腕にこうずっしりくる感じはあるんですよ。まあ、全体がですねメタル素材でできてますので、あのすごく音わかるかな、すごく丈夫です。はい、まあ、アルミ削り出しなのかな多分ね。はい、すごくしっかりした作りになってます。じゃあ早速ですねこちらのセッティングの方からやっていきたいんですけれども、あ、その前に電動のねスライダーではあるんですけれども、当然手動で動かすこともできるようになってまして、ここについているこの赤いボタン、これを押しながらこう回すことでロックをこう切り替えることができるんですよ。こうかな、この一番端っこにある状態で、鍵マークの方にね、回してあげるとこのようにロックがかかって動かなくなります。で外してあげればこんな感じで手でもねこうやって動かすことができるようになっています。で一番端にない状態でロックかけてもこのようにロックかからずにそのまま動いちゃうんで、はい、そこだけねご注意ください。では早速電源を入れていきたいと思います。でバッテリーなんですけど、バッテリーは本体のこちらですね。はい、ここです。ここに、ソニーのねいわゆる L バッテリーが使えますので、ガチャンとはめ込みます。はい、バッテリーを取り付けましたら、こちらですねボタンを長押しするとアイフッテージというですねロゴが現れて、はい、本体が起動しました。で起動するとですねコンフォームっていう画面が出るんですよ。このですね、雲台なんです、雲台というか、まあ、スライダーなんですけれども、このレールの移動の他にですねここにくっついているこのプラットフォームそのものがこうやって回転するようになってるんですね。なのでカメラを取り付けて、カメラのレンズが、このね写真というか
この画像のようにまっすぐ前を向いた状態でセッティングしてくださいというのが最初のコンフォームになります。で、取り付けなんですけれども、ここのネジの部分は4分の1と8分の3ネジ、まあ、アイフッテージのお箱なんですけど、8分の3の周りのこの芋ネジが引っ込むようになってまして、まあ、4分の1のカメラであれば、まあ、いわゆるカメラコネジですね。で、取り付けなんですけど、くるくる回っちゃって最後まで締まりきらないんですよ。で、そんな時は本体のこの底面部、ここですね、こちらに赤いロックレバーがついてまして、これです。これを押しながら回してあげることでプラットフォームが回らなくなるんですよ。なのでカメラだけグッとこう回してあげればグッとしっかりロックできる状態になります。ちょっとやりづらいですけどね。はい、こんな感じでよいしょ、はい、セッティングができました。カメラを正面に向けた状態でコンフォームボタンをタップします。はい、そうするとクイックスタート、タイムラプス、ストップモーション、セッティングというですね、画面が出てくるんですよ。この中からですね、クイックスタートをタップします。クイックスタートをタップすると、A、B というですね、説明書きと、それからタイムで、一番下にまたコンフォームって書いてあって、で、この状態だとまだ何にもセッティングができないので、この画面になりましたら電源ボタンとファンクションボタンを同時に押します。そうするとカメラがこう今グッて言って、この AB のですねボタンが、はい、今画面上でも点滅してるの分かりますかね。はい、こんな感じで点滅するんですよ。この電源とファンクションボタンを同時押しするとこんな感じでロックが外れて、カメラは自由に回せるし、スライダーもこのようにスーッと動かせるような状態になります。で、この状態になったら、スタート地点とそれからエンドポイントを任意で設定できるんですよ。これがめちゃくちゃ簡単で画期的なんですけど、まずスタートポイントを、まあ、ちょっと分かりやすく、どうしようかな、真ん中にしておきましょうか。この辺り、はい、真ん中で正面向けた状態にしておきます。はい、この正面を向いた状態を作るとこんな感じで画面の方にもですね、カメラが今真っ正面を向いていて真ん中の方にあるよっていうのが分かる状態になるんですね。で、ここまで来たらこの A をタップします。そうするとこんな感じで A のポジションが記録されたんですよ。で、今度はちょっとカメラを、まあ、こんな風に使うことはあんまないと思うんですけど、右に回した状態で一番右まで置きます。今度は B のポイント、まあ、このポイントにしましょうということで決めたら、また今度は B のボタンをですね、タップします。そうするとこれで A 地点と B 地点が記録されました。はい、あとはタイムっていうこのボタンがあるので、これをですね、任意の設定で、まあ、例えば標準だと20秒になってるんですけど、25秒とか1分とかね、時間を選ぶことができるようになってます。今回はちょっと早めに動かしたいんで、15秒にしときましょうかね。はい、できました。できたらコンフォームボタンをタップします。で、スタンバイを押すとこの A 地点にですね、戻ってくれるんですよ。で、スタートを押すとすると、この A 地点からですね、 B 地点まで等間隔一定のスピードでですね、15秒かけてカメラが A 地点から B 地点に動いて、でしかも、今この正面から右にパンするという動きにしてたんですけれども、それも15秒かけてしっかり勝手にですね、スライダーがやってくれるんですよ。で、この A 地点と B 地点入れ替えたいなという時は、また画面に A、B の入れ替えボタンがありますので、これを押してですね、スタートって押すと、B 地点から A 地点に戻るという動きもですね、同じように再現してくれるということができます。さらに、まあ、あんまりこれ僕は使わないかなと思うんですけれども、A 地点から B 地点までをですね、例えば15秒だったら15秒かけて、ずっと繰り返して動くというようなこともできます。で、それは、この AB 入れ替えボタンの横にですね、矢印のこう反転マークみたいなのがあるので、それを押した状態でスタンバイかけてから、はい、スタート押してあげると15秒かけて真ん中に戻って、それから真ん中から右側にというのをですね、15秒間隔でですね、何度も行っていただくことができるようになってます。で、それでこれ音聞こえますでしょうか。非常にですね、音静かなんですよ。僕このぐらい耳傾けても
ちょっとこうすっごいもちっちゃい音でですね、まあ、言ってるんですけど、まあ、カメラが拾うほどではないかなと思います。十分動画撮影でですね、動力を生かさなきゃいけないようなスライダーを使ったですね、ドリーショット撮りたいという時でも使っていただくことができるんじゃないかなと思います。めちゃくちゃ便利です。何より再現性がですねあるっていうのがすごくいいですよね。でお値段はですね、概要欄の方にも出しておきますし、あのテロップもね出しておきますが、20万円を切る金額で、お求めいただくことができます。あくまで撮影時点の価格ですので、価格改定などによるですね、金額変動がありました際はご容赦ください。システム5ヤマモンがお送りします。はい、というところで、私の気になった機材ということで、今回は iFootage より発売されておりますシャークスライダーなのをご紹介させていただきました。いやもうね、僕の所感としてはとにかく使いやすいスライダーだなっていう印象ですね。まず何よりもやっぱりコンパクトで音が少ない、非常に静かに撮れるっていうのがめちゃくちゃいいです。でそして、まあ、今までもこういう電動スライダーってあったんですけれども、スマートフォンアプリを使わないとまともに操作できないものだったりとか、使えるとしても音がうるさくてちょっと使い物にならなかったりとか、そんなのばっかだったんですよ。でもシャークスライダーなのは、まあ、金額こそね、まあまあいい金額はするんですけど、それに見合うだけの性能をしっかり備えている、まあ、とにかく使いやすいっていうのがもう何よりですね、まあ、今後ですね、あの私もまあ動画内でですね、スライダーショットを使いたいなという時はこのシャークスライダーなのがまあ一番候補に上がってくるんじゃないかっていうぐらいめちゃくちゃいい商品だったので、ぜひ皆さんにもですねチェックしていただいて、お手に取ってですね体感していただきたいなと思います。はい、それでは、今回の動画はここまでです。この動画面白いな、参考になったなと思いましたら、ぜひチャンネル登録、それから高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。